はい、どうも、メイヘロジさんです。えー、ニュース一本。高熱カレツカ科劇団の劇団員の方が、あの、上級生にいじめられて、えー、まあ、ああ、亡くなったと、いうことなんですけども、まあ、あの、暴行されて亡くなったわけじゃなくて、まあ、自殺でございますけれども、まあ、それに対して調査が入り、えー、まあ、ああ、まあ、ほぼほぼ、あのー、それが認定されて、で、えっ、ー、と、まあ、い、一旦ニュースにはなってましたと。で、えー えー、まあ,あ、おそらく、まあ,あ、上級生、えー、あるいは、まあ、親会社の阪急阪急ホール、阪急阪神ホールディングスは悪いというようなところで、えー、近く謝罪するというような形になっていますという報道がなされました。ただ、なんかね、あの、書きぶりが、こう、あんま納得はしてないけども、謝るみたいな、えー なんかそんな感じなんですよ。で、これすごい失礼な話だと思うんですよね。えー、ハラスメントの事実認定で主張を異なってたが、反響家が譲歩したと。えー、そんな譲歩された、 あのー、謝罪であればいらんわ、というところだと思うんですよ、と。で、えー、遺族側が言ってた、その、まあ、15項目のハラスメント、パワハラですよね。まあ、あの、言い換えたら暴行でありますから、あのー、刑事事件になってもおかしくはないとは思うんですよね。で、えー、まあ、その辺のところが、あ,あの、うちの半分ぐらいが、ま、半球側は指定しているというようなところなので、で、 あのー、まあ、その辺、ええ、のところで、まあ、妥協して謝罪するっていうのは、いかがなものかというところかと、僕自身は思っております。 はい。で、えっ、ー、と、まあ、もちろん、その、えー、認めるということは、あ、それに対して、保証するということです。まあ、死人に口なしなんでね、その保証をもらったところで、親御さんは全然喜ばないと思うんですけども、ただ、あの、申し訳ございませんでしたっていうだけでは、やっぱ済まないですし、えー、まあ、別に、金銭で解決するというわけじゃなくて、まあ、その、受けたストレスとかを、えー、何らかの形で、人の、評価しないといけないと。も 再発防止策がうんたらかんたらも当然ですけども、えー、その個人に対して報わなければいけない、えーと、公的な、あの、なんですかね、世間から見て、えー 妥当な保証の方法というのが、まあ、お金でしかないので、えー、まずは、ま、お金、えー、になるのかないうところで、そう、生き返らせられるもなのなら生き返してみいやって話です。その無理ですから。無理なものに対して、えー、無理を言い続けても何もならないんで、もうそこはもう涙分の、おーおー金銭の重さで、えー、その責任を取るということですから、まあ、そこのところはもう、そう、そうですよね、というところですと。ただ、その、謝罪をしてしまうと、 い、あの、言うたら、ま、反響が悪い。で、上級生も悪い。え、当然ながら、そのハラスメントに対して、え、自分たちが悪いということを、が、ま、確定してしまうわけですよね。認めてしまうと。ね、えっと、ま、それに対して、じゃあ責任をどう取るのかっていう話には多分なってくると思うんですよ。その会社としてもお金を払うっていうのは、もちろんそうかもしれないですけど、劇団員たち個人も、うそれを背負う責任が出てくるわけですよね。 えー、上級生の方が。 で、えー、いうところなので、で、まあ、お互い弁護士つけてたら、なかなか、まあ、あのー、何ですかね、まあ、その、えー、加害行為に対してというよりも、じゃあ、あの、その、責任を負って損害賠償責任を負うっていうようなことになってくると、自分たちの生活もままだらんあるいはその、自分たち、まあ、すでにもう居場所はないのかもしれないですけども、そうやっていじめたっていう形で。ただ、特定ではなくて、10人以上絡んでるとか、そういう話になってくると、あまあ、あのー、丸々ね、えー 活躍の場がなくなって人生が壊れると。まあ、じ人の人生を壊してるからそう壊れるのも,もう当然ながら、あの、そういう覚悟を持って、えー、リスクを負って、えー、やってるもの。まあ、その気はなかったかもしれないけども、人数が多いので。なんですけども、当然ながら、あそういうものを簡単に運とは言うのは難しいとあ、いうこともわかるんですけども、まあ、人一人亡くなってる事件で、なんなん謝らんかったら、何な,んなん死の病でもかかってんのかと、いうようなことは思うわけでございますよね。 はい。あの、そういうところに関しては、もう素直に悪かったと認めて、あの、まあ、それ、えっ、ー、と、十何人で割り算してね、保証するんであればすあの、まあ、まあ、でも、そんな何千万も一人当たりが、あの、積むような話ではないと思うんですよ。えー、会社の方からも、その、えー、組織として悪かったっていう形でやりますし、で、えー、一人一億とかそんな話は絶対ならないんで、えー、こ、こんだけ揉めて、しかも全面的に悪いとかにならないと多分、億単位の金が全体で振り込まれる ってことはまあ判例ではないはずなんですよ。一、えー、億五千万ぐらいまあちっちゃい子が亡くなって一億五千万とかありますけども、そのまあ二十何歳で、えー、まあお医者さんの場合はだからその億単位に超えることはあるんですけども、まあ劇団員の方で、えー、所得的なところも考えたりいろいろしたらそんなに高額にはならないわけですよ。まあならないって言ってそのあの頭下げるってまた変な話ですけども、あの揉めるのもまた変な話で、あのいやもう明らかにその十五項目のうちの半 数に関してはそうだったんだろう。ということがわかっていると、15項目中ゼロであれば0か100かであればそれはまだ言い争う。余地はあるけども、あのそうではなくても一部認めてるんでしょうと。という。ところで、その認めたことに対してはせめて謝罪をするとかっていう。ところで、多分今謝罪になってるけども、それ遺族はそれをその形の謝罪を受け入れないんじゃないかなとか。なんかそんなことは考えてるんですね。ただ、あの弁護士費用とかの関係もあるから、うん、まあ分かりどっかのタイミングでどね。和解 っていう形にはなるのかもしれないですけども。<laughs> まあ、ああの,のおじさん的には、その、ご遺族の方に負担をかけるんじゃなくて、もう人が亡くなって、こんだけ、お騒動になってるわけですから、あの、自分たちはそんなにやった気がなくても、結局その行為で人が亡くなってるっていうことがあるわけですよね。で、ハラスメントって、おぉ、として本人たちその自覚がなかったりするんですけども、いやいや、ことがこんだけでかくなってるんやし、そのきっかけを作ったあなたたちは、やっぱり謝るべきだっていうふうに僕は思うんですよね。で、あの、そういう、えー まあ言うたら、えー、被害額をボンと出されたら、まあ、あのー、ね、えー、その、一個一個の案件が軽度で、うんたらかんたらで、そら、あのー、下げる、ええー、なんですかね、あのー、まあ、医者料を下げに行かかるとかっていうのを、あまりなさらずにもう言われるがまま、あのー、そんな柔軟にで終わったら、あのー、あれですから、広告にならないと思いますから、あのー、自分たちの償える範囲で償うっていうのが、 その今後の、えー、生きていく上で大事になってくるんじゃないかなと思うんですけども、多分そういうロジックでは生きてない方々だから今こういう事件が起きたんでしょうというところもあるんで、うーん。 ま、外野のおじさんがとやかく言うことじゃねえよっていうのが、まあ、あの結論になって、じゃあこんな話すんないって話なんですけども、でもこういうことをきちんと形にして、判例を作るということで、あの、他に困ってる方々の、おその、め、なんですかね、ベンチマークになるというか、あの、一つの基準が出来上がるっていうことで、あの、残されたご遺族の方の、その、やってる裁判というのはそもそも無駄ではないし、判例が一つできることによって、同じような形で、えー、ま、やってる案件、あるいはその、 えー、ハラスメントお、まあ、おじさん自身も、まあ、ま、病気になったりもいろいろしてますけども、そういう職場内の、まああ、いろんなことに対しての、あまあ、一つの、その、えー、案件として、ボーンと出るわけですね。しかもこんだけニュースにもなってるわけですから、こういう象徴的なものっていうのは、あの、やっぱり取り上げられるべき話だったりもするんで、まあ、この話をまとめるというのは、やっぱり一つの意味があることだと思ってますんで、まとめるにあたって、 えー、相手さんが、あの、もう悪いことをしているということを半数近く認めてるんであれば、あのー、まあ、被害者あー、ご遺族のね、遺構を組むっていうようなことをやる方が、僕は、あの、まあおと、男前とかお名前とか、まあ、まあ、潔いというふうには思うんですけど、皆さんいかがお考えでしょうかね、というところのお話でございました。以上です。